2012年大会ウェールズラリーギガバイトは世界ラリー選手権の一イベントウェールズで開催されるラリーモンテカルロに次ぐ歴史を持つ第1回は王立自動車クラブが主催しラックラリーとして1932年に開催されたその後戦時の中断などを挟み70回近くも開催される伝統のラリーであるやがて1997年からは ラリー・オブ・グレート・ブリテンとなり、2003年からは、現行名での開催となる。2020年は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止。例年、シーズン最終戦として行われることが多く、過去チャンピオン決定のドラマが演じられてきた。1998年には、富記念が初日にリタイアし、カルロス・サインツが4位以内でゴールすれば、 チャンピオンを獲得できたが、最終日、最終 SS のゴール300メートル手前でサインツがエンジンブローによりリタイアしたため、マキネンの3連覇が決定した。2017年は、地元チームの M スポーツが10年ぶりに、マニファクチャラーズタイトルを制覇。M スポーツに所属するセバスチャン・オジェとジュリアン・イングラシアが、ドライバーと子ドライバーのタイトルを5連覇。同じく、 M スポーツに所属するウェールズ出身のエルフィン・エヴァンスが WRC 初優勝、エヴァンスが使用するダマックタイヤも WRC 初勝利という快挙で盛り上がった。かつてはイングランド、ウェールズ、スコットランドを広範囲に走り回るラリーだったが WRC イベントのコンパクト化の流れに沿い、現在は大部分がウェールズの森林、高陵地帯で行われている。 コースは高速のグラベルロードだが、雨や霧が多く路面がぬかるんで滑りやすい。また、秋から初冬にかけて天候が不安定な時期に開催されるため、雪の影響を受けることもある。ここでは、地元の英国人ドライバーのほか、北欧系ドライバーも強さを発揮してきた。1996年は FIA2 リッターワールドカップとして開催。ありがとうございます。